まずは髪全体を少し湿らせて、でこうまず全体を湿らせて、でパーも一回しっかり出しますね。でそれからこのスプレー使って、全体に綺麗に、その時なるべく全体に均一にいくように、しっかりつけてください。で、それで、自然な形に整えて、お家だとそのまま自然乾燥してもらえれば多分、10分20分で乾くと思うんで、で時間がない人はドライヤーの弱風を使って、軽く半乾きになるようにちょっと根元中心にねちょっと乾かして、こうやって乾かして次のワックスの工程に進みます。まずこのスプレーをつけた後に自然乾燥して、でそのから、それからこのシェーピングワックスを、量で言うとこれぐらいかな、これぐらい、これぐらいを、よく手になじませて、しっかりなじませてね。でまずそれを髪全体にまずなじませます、しっかりこのもみあげもね、乳首もしっかりこうなじませて、なじませて、なじんだら、一回ちょっと束感をしっかり出したいので、こうちょっと大胆に両手を使ってこうすり込む、こうやってすり込みますね。で、すり込んだら、バランスを見ながら、そうですね、タイトにしたところがいいところ、フェイスラインとか、あと襟足とかはちょっと指とか、コーンを使ってこうシルエットを締めていきますね。ちょっとこうあんまり子供っぽくならないように、ちょっと前髪はタイトめに流すとか、あと襟足もタイトにするとか、で形を整えたら完成です。なんか質問ありますか？大丈夫です。大丈夫。できそう。できそう。